はい、本日は7種ガチャガチャ紹介していきます。はい、インスタツイッターではね、ガチャガチャの入荷情報ってのを上げてるんで、よかったら概要欄から見てみてください。はい、こちらはペットのおやつマスコットボリューム2、全5種300円、11月発売となっております。ラインナップは左から、柔らかドッグフード、歯磨きガム、スープ缶フード、ウェットフード、哺乳瓶とパックミルクの全5種となっております。今回当たったのが歯磨きガムになります。歯垢も取れて美味しいワン。裏面もかなりリアルに作られてます。これのすごいとこ見て、ほらちゃんと巻かれてんよね。はい、こちらの5段階評価ですが、多分あの犬は歯垢は取れてません。ただクオリティは高いし、300円なので星4です。はい、こちらは先ほどと同じガチャでスープ缶フードが当たりました。ここ開きます。それではピンセット使ってね、開けていきますね。で、中ね、どうなってるんでしょうか。はい、どう、みんな見える、見えるでしょ、こ見えるよね。いや、なかなか、おっとおっと、結構大変だったけど出てきました。行くよみんな。うわ、なんか入ってるよこれ、見てこれ、うわうわ、なんか、うわ、人参とかじゃがいも、お肉もあるのかな、すごくないこれ。これな、今までね、結構このシリーズ中出せなかったんだけど、今回結構スムーズに出ました。いや、うわ、気持ち悪い、気持ち悪い。はい、こちらの5段階評価ですが、これは正直良かったです。はい、なんかね、なんか中にやっぱ、あれ入っちゃってるのすごいよね。うん、これは星4です。はい、こちらは野良猫軍団ミニチュアフィギュア第3弾、全5種400円、11月発売となっております。ラインナップは左から、アイスクリーム缶、危ない、ワンワンちゃん、反省、マーミーちゃんの全5種となっております。ラッキーアイテムでパッポヒがついてくるよ。今回当たったのが一番欲しかったやつ、アイスクリーム缶です。めっちゃ可愛い。なんかこれアイスクリーム缶なのか、なんかゴミ箱にもねちょっと見えてくるんよね。うん、でそもそも猫なのにワンワンってとこがめちゃくちゃ可愛い。ちなみに第1弾と第2弾もやってるからね、可愛いでしょ。5段階評価ですが、もうねこれはね、もう個人的に結構好きなんですよね。うん、星5です。当たったのマーミーちゃんなんだけど、見て、ちゃんと加えてんの。横から見てもちゃんと加えてます。はい、ちなみにこのシリーズはね、すごいサラサラしてていい素材使ってます。5段階評価ですが、ニワトリが両手でトーストを食べているのは不気味すぎるので星2です。はい、こちらは文明堂東京3時のおやつマスコット、全6種300円、11月発売となっております。ラインナップは左から、カステラプレーン、特選御三カステラ、カステラ巻きハニー、カステラ巻き抹茶、三笠山、バームクーヘンの全6種となっております。やっぱり狙うはカステラ一択。マジで嬉しい、文明堂のカステラが当たりました。まずミニチャームがもう可愛いよね。でこれ断面やばいよマジで。これこのシリーズさ、クオリティ高いんだけど、まさかカステラもここまでねしてくるとは思わなかったよ。すごくない？一瞬マジ本物。これ下もね、ほらちゃんとねしてんので、女性で上見て、ほらやばい、ザラメついちゃってんだよね。ちなみにザラメはプリントなんよ。
うん、特になんかはみ出てるとかではないよ。はい、5段階評価ですが、これはめちゃくちゃいいと思います。はい、クオリティも申し分ない。ただね、ちょっとザラメがもし立体であれば星5でした。星1です。はい、こちらはプニットたい焼き全6種200円、11月発売となっております。ラインナップは左からコシアン、白あん、チョコレート、カスタード、桜あん、ウグイスあん。メーカーさん、ちょっといい？誰もこの色は欲しがらんて。当たったのは白あんでした。はい、でこんな感じで結構ねもっちりとした感じです。はい、でね、なんだ、結構ね、なんかこうやって伸びます。これ伸びる、こうやってほら、こうやって伸びる感じです。この穴から白あんが出るんで、やっていきます。中身は、豆が入ってましたね。これは白あんではないです。はい、こちら5段階評価ですが、ですね、まず200円っていうのが、まあ、ポイントかなと思います。はい、それ以外は普通です。星3です。はい、こちらは吊り下げ駄菓子屋おもちゃマスコット全5種400円、11月発売となっております。ラインナップは左からシャボン玉、ヨーヨー、トカゲ、バルーン、水笛の全5種となっております。バルーンが当たりました。裏面はね、空白です。いや、これマジでやばいよ。一個一個マジで入ってるわ。見やすいように拡大するけど、ほら見て、一個一個ちゃんと、しかもね、ちゃんとシールとか貼られてんの。やばいでしょこれ。どうやって釣った？ちなみにここね、剥がせます。剥がさねえからな。こちらの5段階評価ですが、これはね、ちょっと400円でね、まあ高いは高いんだけど、それを超えるクオリティだと思います。私はね、ビニールバルーン結構やってました。星5です。はい、今日もやってきました。1位を当ててみな。今日はですね、全7種となっております。どれもいいよね。もう早速やっちゃうよ。ですね、今日の1位はね、今日の1位はなんと、これその大気じゃなくて、ワンワンです。はい、ということで、ご視聴ありがとうございました。インスタ、ツイッターではガチャガチャの入荷情報っていうのを上げてるんで、概要欄からよかったらチェックしてみてください。ここまでね、見てくれた視聴者の皆さん、特別に私が昨日作った夕飯をここに載せます。めちゃくちゃ美味しそうでしょ？